函館高等水産学校は北海道帝国大学附属水産専門部を前身として1935年に設立された管理の旧制専門学校。略称は函館高水。札幌農学校水産学科を起源とし、現在の北海道大学水産学部にあたる教育機関である。札幌農学校の一学科として誕生した。 北海道大学水産学部の遠隔の中で当校が設置されていた時代は北海道帝国大学とは別の教育機関として独立していた変革期にあたる。本校では北海道帝国大学から分離独立する前の初期間及び北海道大学復帰後の歴史を含めて記述する。前身の北海道帝国大学附属水産専門部時代は 札幌市の北海道帝国大学校地に校舎が所在したが、函館高等水産学校創設後は、函館市より寄付された亀田郡亀田村麻子253番地の校地を使用した。第二次世界大戦敗戦により、校舎は一時的にアメリカ軍に接収されたが、1947年1月に返還された。その後、 函館高等水産学校は母体である北海道大学に統合されることとなったが、函館高知は更新の新生北海道大学水産学部に継承され、現在に至っている。北海道大学の人物一覧を参照。ありがとうございます。